横浜 DeNA ベイスターズの皆さん、今日は死んでも勝ってくださいね。阪神に勝ってくれよ、頼むから。先発誰や？石田と伊藤。伊藤正と BSH に勝てるわけないやろ。伊藤は地元横浜高校のエースなんだから指名しておけばよかったのに。スカウト見る目なかったな。3連敗だけはやめてくれよ、ほんまに。阪神が強いのか横浜が弱いのはなのかわからんわ。阪神強いな。投手もいいし打線も怖い。今の横浜が弱すぎるだけだろ。守備がまともなら拾えた試合が多すぎる。無理や、もう上がり目がない。 B クラスどころか5位まで落ちても不思議じゃない。マジで阪神にホームで3立て食らっちゃいかんでしょ。一つは勝たないと。もう無理や、ポジ要素がない。宮崎と牧を抑えれば勝てるってどんでんも分かってる。バウアー今永東の3本柱の時だけ1つか2つ勝てる。あとは負けや。打てない、守れない、走れないってどうすんのこのチーム。そりゃ負けるわ。上位打線なのに点取る能力全然ないよな。ちょっと失礼して終わりや。横浜ファンの心折れてて草。死んでも佐野は落とさない。死んでも牧は4番セカンド、1番打ってる宮崎は打順コロコロ。何やねんこいつら。